こんばんは。連日世間を騒がせている松本人志さんの性加害騒動、周囲の芸能人の証言なども次々と出ており、芸能界は異様な様相を呈しています。松本さんは先日、文春との裁判に本格的に取り組むことを目的に一時休業を表明しましたが、文春は記事は十分取材を行って出しており、十分な自信があるとして、吉本興業と真っ向から対立する姿勢を見せました。そして本日17日正午、文春から新たに攻撃の一手が加わりました。文春が公開したのは松本さんのメモ用紙、そこには独特の事態で黒毛、ツタヤの店員、ユニクロの店員などの文字。そう、このメモ用紙は松本さん本人が過去に綴った性的思考まとめノート。ある日、松本さんの後輩芸人はメモ用紙を写した画像を知人女性に見せながら自慢げに語ったそうです。松本さんは、女性の職業に異常なこだわりがあるんだよ、この殴り書きは松本さんが調達してほしい女の子の職業を直筆で書いたものなんだ。また今回の文春の追撃では、新たに福岡の女性の松本さんの上納システムについての証言もありました。清楚な風貌の F 子さんが、その友人と複合商業施設キャナルシティ博多で後輩芸人 Y と待ち合わせたのは、その日の夕刻のことでした。そこで Y は予想外のことを口にしたそう。ごめん、週刊誌が張り込んでるから、飲み会の場所がホテルの部屋になった。 F 子さんがこう証言します。直前になって場所をホテルに変更し、断れないように持っていくのが彼らの手口でした。キャナルシティ博多とグランドハイアットは隣接しているし、ドタキャンするわけにはいかなかった。インターネットでは松本さんと性接待を行った一般女性を誹謗中傷する声として、芸能人にホテルに呼ばれてホイホイついていくバカ女、自業自得との声が相次いでいましたが、松本さんたち一行はこのように最初からホテルに呼び出すわけではなく、うまく女性の警戒心を解き、断る罪悪感を利用してことを運んでいたようです。夜7時半、 F 子さんは友人に LINE で次のように実況中継していました。松本人志がいることを知らずに部屋に入って驚くリハーサルしてる。 F 子さんがこの日を振り返りながらこう明かしました。事前に Y さんから松本さんと飲むことは知らされていたのですが、知らない体にしてと言われました。ドアを開けた瞬間びっくりして、一度閉める練習までさせられたのです。松本さんたちが待つ部屋に入ると、ソファに松本さんが鎮座し、後輩芸人パンクブーブーの黒瀬さんと放送作家 X が脇を固めていました。机には缶酎ハイが並んでいました。私をアテンドした Y さんはソファには座らず、ひたすら汗を流しながらお酒を準備していました。 F 子さん、数時間が経過した頃、にわかに雰囲気が変わりました。 F 子ちゃん、別の部屋でみんなで飲もうか。そう黒瀬さんに言われ、いやおなしに部屋から去るようにせかされました。松本さんは寝室に消え、 F 子さんの友人だけが残されました。廊下に出された私は別室のシングルルームに案内されました。黒瀬さん、 Y さんらで飲みながら待機すること1時間弱すると、松本さんから連絡が来たのか、黒瀬さんが戻ろっかとスイートルームに戻ると、松本さんと私の友人が座っていた。松本さんの自然な態度が異様でした。間もなく1万円を手渡され、私たちは帰らされたのです。 F 子さん、帰り際、 F 子さんは友人に松本さんと関係を持ったと告白され、二人はこのシステムやばいねと顔を見合わせたと言います。エレベーターホールに差し掛かった時、彼女たちは二人組の女性とすれ違いました。深夜に女性二人が上層階に来ることは珍しく、あの子たち第二陣なんじゃないのと話した記憶があります。 F 子さん、その時間帯は
まさに文春が先週号で証言を掲載した女性らが松本さんの部屋を訪れた時間帯とピタリと符合していました。それから約2ヶ月半後、松本のホテルの身に参加し肉体関係を持った女性がいます。もともと愛と面識があったジーコさんです。なぜこんな異常なシステムが世間にバレないんだろうとずっと思っていました。今回文春の記事を読み、松本さんが東京、大阪でも同じようなことをしていると知り、私の経験をお話しすることにしました。ジーコさん、大物飲み会あるんやけど誰か紹介してくれん。ジーコさんは Y から松本の飲み会に参加する女性の手配を頼まれました。その際 Y は2つの絶対条件を提示してきたといいます。1つは絶対にドタキャンしないこと、もう1つは松本さんの許可が出るまで帰ろうとしないことでした。ジーコさん、当時 Y は大物飲み会と称し、松本さんが収録に訪れる日のために様々な人脈を駆使してアテンドに励んでいました。その際 Y が知人女性たちに見せていたのが前室のメモだったのです。マクドナルド、スタバ、高校や中学の先生、弁護士、広報の女、人妻、子供なし、弱い筆圧で書かれた文字ですが、過去に松本さんが書いた文字と筆跡は酷似していました。そして NG の項目には、茶髪、モデル、飲み屋、美容師、アパレル、松本さんが芸能活動をしていると普段会えないようなタイプの女性を求めていることが見て取れます。後輩芸人の Y たちはこの指示書をもとに日夜調達に励んでいたのです。翌年7月2日、先出のジーコさんは吉本の人気芸人と福岡市内のレストランで会食しているそう。その一人は彼女たちにこう尋ねました。 KO の飲み会一旦やろう。このように松本さんを中心とするセックス上脳システムは吉本芸人の間では周知の事実だったのです。1月15日夜、文春取材班は松本さんの後輩芸人 Y に突撃取材を敢行していました。しかし Y はこれをして手に入れたメモを見せると一瞬目を泳がせましたが、すぐに見たことがないと否定したのでした。しかし文春は Y がジーコさんに対し大物飲み会に参加する女性を調達するよう依頼している LINE を入手していました。そこでは松本さんを大物と呼び、世の中がシビアだからと松本さんの名前を出さずに勧誘してほしいと生々しく記されていました。さらに取材班は福岡滞在中の松本さんの部屋で撮影された複数の写真を入手、女性たちが自撮りしたものや吉本興業からホテルに送付され宿泊者松本と書かれた荷物や私物のバッグなどが写っていました。そしてついに取材班は別の後輩芸人の確信証言を得ることができました。当時僕たちのような下っ端の芸人はお笑いの帝王である松本さんに少しでも取り入りたいという思いで必死に女の子を献上してきました。彼は若手の売れたいという気持ちにつけ込んでいたのです。今考えると若手芸人をバカにしてますし、女性に対しても大変失礼ですよね。自らの経験を懺悔しながら語るのは名古屋吉本の元芸人。その方が言うには、松本を頂点とするセックス上脳システムが構築されたのは約20年前に遡るそうです。彼がプライベートで名古屋を訪れるのは1年に1回程度。その1週間前、松本の側近芸人から名古屋のピン芸人 Z に連絡が来るのが通例でした。来週 DK 松本のことが来る。その情報は瞬く間に広まり、同時に緊張が走ります。約1週間の準備期間に後輩芸人たちは美女集めに奔走することになるのです。
前室の元芸人がこう打ち明けます。側近芸人や Z からは松本さんという固有名詞は言わずにタレを用意しろと命じられていました。 Z はスピードワゴン野沢和弘さんと同年代、彼らの号令で知り合いの子に大物芸人が来ると声をかけたり、路上でナンパして当日に備えるのです。こうして集められた数十人の女性たちは名古屋市内の吉本芸人御用達のホテルに集められます。そこで行われるのはいわば選抜会でした。上階のパーティールームはまるでオーディション会場。そこで松本側近の芸人や Z が待っていて、女の子たちの選別を行うのです。判断基準は容姿とノリ、松本さん好みでないとチェンジで帰らされる。そしてまた別の芸人が2、3人組の女性を連れて顔見せする。選ばれた子はその場に残り部屋飲みに参加できる。紹介者の芸人も飲み会に参加できるため、僕たちは可愛い子の確保に躍起になっていました。当然吉本の中にはすでに確立されていた松本への女性の献上システムを把握していた幹部もいました。昨日どうだった、タレ見つかった、飲み会の翌日、後に地方の事務所長を務めた同社幹部は元芸人に対しそんな言葉を投げかけたといいます。その幹部とは別に吉本の劇場付きの構成作家からも同じようなことを聞かれました。長年暗黙の了解でそのようなことが行われてきたということです。前室、元芸人、会社ぐるみで行われてきた笑いの帝王への大規模な性接待、その歴史は20年以上に及び、一体これまで何人の女性が生贄として捧げられてきたのか。年明けの文春報道により席を切ったかのように被害女性からの新たな告発が相次いでいます。2018年に被害を受け当時18歳だったという女性 S さんはこう語ります。当時私はスタバでアルバイトをしながら女優を目指してお芝居の専門学校に行っていました。私は飲み会どころかオーディションだと聞いてあの会に参加したんです。 S さんが会場に行くとそこには自分と同じぐらいの年齢の女子が100人はいました。5人1組で並べられて審査員の方に見られるものから始まり、1対1の対話形式の面接もありました。実際にテレビで見たことがある芸人もそこにはちらほらおり、 S さんの中に疑念は全くありませんでした。その後合格者だけでの祝賀会がそのまま開かれるという説明を受け、会場から徒歩5分程度のホテルへ移動。めんどくさいなとは思いつつも同年代の女性が多かったことから友達を作ろうと思っていたのだそうです。部屋に案内されるとまずテーブル上の大量のチューハイ缶が目に留まりました。当時18歳の S さんはお酒は家でしか飲んではいけないと両親に強く言われていたそうですが、周りの女の子に子供に見られたくないという思いや同席していた有名芸人や作家の方々に失礼だと思われてはいけないという思いがあり断れずに飲酒してしまいました。だいぶ酔いが回ってきたところに松本さんが登場。部屋は黄色い歓声で沸きました。そこからは女の子3人グループを松本さんと吉本幹部らしき方の2人が順について回って談笑するという飲み会になりました。女の子のグループは全部で4つあり、全てのグループを松本さんが回った後、後輩芸人の方から松本さんから指名が入ったから別の部屋に移動するように命じられます。この時酔いが回っていた S さんでしたが危険を察知し、そろそろ帰らないとと松本さんと二人きりになることをやんわり断りました。しかし途中退室は失格になると言われ、しぶしぶ部屋に向かうことに。そこにはバスローブ姿の松本さんがベッドに腰掛けており、隣に来るように促されました。ああやっぱりそういうことなんだと S さんはこの時全てを察したそうです。松本さんは無表情でこちらをじっと見つめています。
今にも怒り出しそうな雰囲気を漂わせていたそうで、 S さんは引きつった笑みを浮かべながら松本さんの隣に腰掛けました。体に伸びる手を拒んだ S さんは、いや、ちょっと今はまだもっと仲良くなってからと口にしましたが、その言葉に松本さんは語気を強めたと言います。あんな、ほんまに殴るで。背筋が凍りついた S さんでしたが、震える足を必死に動かし部屋のドアまで走りました。背中で松本さんが何か怒鳴っているのが聞こえましたが、そのままエレベーターに直行。ホテルを出て一人になると涙が溢れて止まりませんでした。当時 S さんは警察署に被害届を出すことを検討しましたが、報復を恐れて行動に移すことはありませんでした。両親にも打ち明けていなかったそうで、今回週刊誌にこの話を持ち込む前に両親に一部始終を話すと血相を変えていたそう。これからもおそらく続々とこのような被害女性の証言が出てくることでしょう。テレビ画面に映った虚像とはまさしく真逆の実像が結び出されんとしています。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。